はい、ルルカです。今回はね、ルルカチャンネル、YouTube の収益化、停止されてしまってる件、こちらに関してお話していこうかなと思います。まあ、ルルカチャンネルに関しては、YouTube のチャンネル、収益化っていうものをしています。チャンネル登録ね、1000人以上。まあ、さらにね、4000時間以上見てもらった上で、YouTube の方にね、審査のを出して、そのね、審査に通ると、収益化っていうものをすることができます。まあ、皆さん的にはね、邪魔かもしれないんですけれど、動画のね、最初だったりとか最後、まあ、間とかにもね、広告を入れることができて、そのね、広告を見てもらうことによってね、まあ、ルルカにね、チャリンチャリンってお金が発生するわけなんですけど、多分ね、この動画見て もらった際にに最初に広告入らなかったんじゃなないいかなと思います多分ね、動画を見終わった後にも広告がね、入らない状態になってるんじゃないかなと思います。それがね、まあ、YouTube の収益化が停止状態ってことになるわけなんですけれど、基本的にね、YouTube の収益化の停止って、なんかね、悪いことすると、まあ、ペナルティ的なことでね、消されてしまったりすることはあるんですけど、まあ、ルルカに関しては悪いことしていません。まあ、今回に関してもね、YouTube Studio っていうところで色々見ることができるんだけど、まあ、ルルカ的にはね、何もやらかしていない状態になっています。なんですけど、広告がね、つかない状態になってしまっています。これに関しては過去の動画も全部です。過去の動画も てててての広告が消えてしまっていてこれから動画を出す際に関しても広告をね貼るるるっっっててててていいいいうとここがが消えししままのでで収益化すすきなな状態になっていますこれにれ関してはね、どうやら YouTube の不具合ということで、まあ、ルルカ以外の方に関してもね、収益化が停止してる方がいるみたいなんですけど、まだね、YouTube から公式の発表がない状態なので、本当に不具合なのか、まあ、それともね、まあ、ありえないと思うんですけど、一斉にバーンしてるみたいな感じで、まあ、YouTube の収益化、バー祭りが始まった可能性もゼロではないんですけれど、基本的にはね、YouTube 側の不具合じゃないかなと思います。ルルカ同様にね、YouTube の収益化が 停止してしててまってやべえと思思ってるる方多くいるととうんですけど、まあ、とりあえずね、現時点ではやれることはないっぽいです。とりあえず YouTube 側が直してくれるのを待つのみっていう形になってると思いますんで、それこそね、まあ、広告がつかなくてもいいよと思う方は動画アップすればいいと思いますし、まあ、広告ね、つかないんだったらちょっとな待ちたいなと思ってる方に関しては、その間に動画のね、ストックを作るってのもありなんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、いつ直るかわからないんですけれど、それまでの間、どうやらね、まあ、ルルカの動画も含めて収益化が停止してる人に関しては、広告の方がね、出ないみたいなので、まあ、普段ね、広告が出て邪魔だなと思ってる方に関しては、このにね、 まとめてみるのもいいんじゃないかなと思います。もちろんね、その広告がお金になりますので、まあ、広告がある時にね、見てもらうのが一番ありがたいんですけど、まあ、あこんなことね、あんまりないと思いますんで、この機会によかったらね、過去動画でも見ていただけるとありがたいなと思います。あとね、一応なんですけど、収益化は消えてしまったんですけど、メンバーシップになるとかに関しては消えていませんので、まあ、よかったらね、メンバーシップ登録だったりとか、あと LINE スタンプもね、販売していますんで、そちらのもね、買っていただけるとありがたいです。ということでね、セルフ広告を出しましたんで、この辺で終わろうと思います。今後もね、いろんな動画上げていきますんで、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。 今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。